エヒタナハは、ルクセンブルク東部のコミューンで、死守格を持つ、ドイツ国境と接するルクセンブルク最古の町である、エヒテルナハとも、舞踊付きの礼拝行進、ノーサンブリア王国出身の修道士で、後に、初代ユトレヒト司教となり、フリジア人のキリスト教家に尽力した、聖エイ、ウィリボードが698年に創建した、エヒタナハ修道院の壁周辺に、 定住地として北の葉は発展した。司教として、ウィリボードは亡くなる739年まで修道院を指揮した。毎年、ペンテコステの3日目には、彼にちなむ舞踊付きの礼拝行進が行われている。かつて町の中を流れていたシュール川は今、ルクセンブルクドイツ国境となっているが、ローマ帝国末期とメロビング長期には、これは全て返境量ではなかった。 エヒタナ派のローマ風別荘は、鳥居ア市教座の一部であり、フランク王ダゴベルト三世の娘イルミナからウィリボードへと送られた。メロビング長期のローマ遺産の一部は、ピピン三世から修道院へ送られた。エヒタナ派は、カール大帝の一族から被護を受け続けた。五十九年から七十一年の間、鳥居屋市教の世俗的な規律によって終われ、年には、 ウィリボード時代の建物が焼け落ちたが、左右対称の塔を備えたロマネスク様式のバーシリカは、今もウィリボードの墓のある納骨堂の中に備えている。修道院として、有名な図書館と写事室は繁栄し、駅田の派の町は修道院の外壁周囲で形作られた。町が都市特権を得たのは1236年であった。1737年、修道院は、 端性なバーロック様式で再建された。1797年、修道士たちは追放され、修道院の有名な図書館と、その所蔵物は競売にかけられた。図書館が所有していた初期の写本の一部は、パリのフランス国立図書館にある。修道院内には、磁気工房が作られていた。町は、鉄道ができ、観光客がやってくるまで衰退していた。 エヒテナ派には二つの教会がある。大きな方は修道院付属のバシリカで町の歴史地区にある18世紀の修道院に囲まれている。小さな方は教区教会であるセーペテロ・セーパウロ教会である。第二次世界大戦でひどく傷んだエヒテナ派は完全に修復された。絵のように美しい町は今も中世の壁と等で囲まれている。 1975年から5月と6月に国際音楽祭が開かれている。生きてるなトとは引くトバンク。ありがとうございます。